海道新聞の高木です、はい。昨日副市長を本部長にする緊急対策本部会議が、町内に設置されて、その時に副市長指示事項というところで、5点ぐらい主に書かれたものが配布されたんですけれども、そのことについて質問です。2番3番4番のところに、警察との確実な連携、夜間休日対応の検討、リスク再評価方法の設定がありまして、そのことが、何か問題で、具体的に今後どうしていくのか、市長の考えを教えてください。はい、詳細な検証については、これからさらに進めていくということになりますけれども、一つはその夜間休日での対応について、迅速な対応が本当に取れていない、その、ために、直接確認が取れないということがありますので、そういった体制について、どのような今回課題があって、それを解決していくためにはどうしていくのかということであります。あるいはリスクの判断、いろんな通報がありますけれども、その時の緊急が非常に緊急度の高いリスクであるかどうかということに関係する対応についてですね、判断をして体制を、例えばその訪問するにしても警察との連携をどうするかというのが聞きますので、今回はその重要案件じゃないというような判断が前提にあって、訪問が出しなかったといいますか、電話等の対応しかしなかったということ、そういった問題についても、なぜそういう判断に至ったのか、あるいは、その要因は何かというようなことについてしっかりと検証しながら対応策を考えていくという必要があるというふうに思います。警察との具体的な連携や話をおっしゃられたと思うんですけれども、はい、今現段階ではどのようなことが警察との連携の中で問題だと。そうですね、例えば今回の案件でも最初は、個人の特定ができずに住所からのいろんな連絡があったというふうに聞いております。そういう意味では、児童相談所が取り扱っている案件なのかどうかの部分の紹介というのが始まっておりますので、そういった場面、あるいはその児童の子どもの安全確認ということなのか、さらにはその緊急に立ち入っているのかですね、そういった場面場面において警察との連携というものが違ってくると思いますし、その場合の例えばその情報の共有のあり方をどうしていくかということが、少し今回の件では課題があるのではないかという認識を持っておりますので、どのようにしていけば、例えばそれが口頭なのか文書であるのかというようなことなども含めてでありますけども、手段、通報の手段とか、それらをどのようにしていけばいいかという、しっかりと協議をさせていただくところが必要なのではないかというふうに思います。はい、それではその他ご質問ございますか。どうぞ。読売新聞の南です。今回の事案では4月5日の虐待通告があってから48時間以内に安全確認をする、それができない場合は立ち入り調査を検討するというような48時間ルールが、国から求められていたのに守られていないということが聞き上げられております。これらは東京都目黒区での虐待死事件や、千葉県柏市の教訓を経てこういったものを国が定めているのに、それを守ることなく結果的に桁小鳥さんが亡くなるという事案を起こしておりますけれども、これがそういったルールを守らずに桁小鳥さんの命を落としてしまったという事態について、その責任について市長としてはどのようにお考えになっておりますでしょうか。先ほど申しましたように、その児童の安否確認ということについて、それが徹底されていなかったということ、そのことの先ほど申し虐待リスクというものに対する判断の甘さがあったのではないかというふうに思います。そういう意味では、今回の児童の児童相談所の対応について、さまざまな課題があるのではないかという認識を持っておりますので、なぜそういう状況が起きたのか、あるいはできなかったのか、ということについての詳細な検証をしっかりしていきたいというふうに思います。
いします。先ほどのお話の中で早川救出体制 の、対応について早急に検討していくということをお話になってましたけれども、その点について今その夜間休日は別の部署に委託をして、初期調査も委託をするという形をとっております。なかなかそこで時間差が生じることもあって、そこで今回調査をしなかったという判断が一つあったかと伺っておりますけれども、今後その考えていく方向性としてはどのようにしてそこの対応を強化していく、あるいはなんか対応していきますか、そしてというのが市長のお考えとしてお持ちでしょうか。基本的には夜間休日を問わずに初期調査を行って、その初期調査を行うにあたっても、適正な判断をするという必要がありますので、それらについて、現状の児童家庭支援センターへの委託をして夜間休日対応しておりますけれども、そういう体制のあり方そのものが、現状では十分機能しなかったわけでありますので、体制、例えばその児童と支援センターとのやり取りとか、児童の判断からにはその初期調査に向かう支援センターの体制などについても問題がなかったのかどうかということについて、一定程度の課題があるものという前提の中で具体的な検証していただければいいと思います。その他ご質問。朝日新聞の吉垣と申します。第二児童相談所 の、 構想というかについて今現在で結構なんですが、例えばどういうふうに地域で分けるのか、例えばこう宿で分けるのかというようなことをお聞きしたいのが1点と、今現在 の、 その人員の体制について、今あるその児相のあるいは児童家庭センター の、 その人員体制について何か、もう少し人員を増やすとかですね、そういったようなお考えがありましたらばお聞かせください。第二児童相談所に関してはですね、この事件に、起こる以前からですね、検討をしております。というのは、今児童相談所の正規職員で約120名、非常勤職員で50名ほどの職員、そういった中で、事務所としても協会化をしておりますし、やっぱ一時保護の、子どものスペースというものも非常に協会化をしていることで、例えばその地域を少し変え、地域性に配慮した形での2つ目の相談所の設置というのが必要ではないかというような議論。具体的な内容について今、機能だとか場所だとかスケジュールを検討して、し始めたというところでありますけれども、そういう意味では指導虐待への通報案件も非常に増えておりますので、そういう職員に対して特に、今回国の方も児童福祉士専門家の増員ということを、この人口を1人当たり、人口当たりですね、配置要員という定員も増えてきております。そういう意味ではその専門家の人材を確保していく、ということも、課題になっているというふうに思いますが、その専門家の動員、そしてその動員をしていく場合の事務スペース、こういったものについて、現在の児童相談所では非常に強いな。体制については今回の事案なども含めて、どのようなことが先ほど言いましたように夜間休日の対応なども含めてどうしていくべきなのかということも踏まえて、この検討の中に加えていきたいというふうに思います。そうしますと、その第二偽装については、元から構想があったけれども、やはり今回のことを受けてさらにこう、そうですね、検討を加速させる、あるいは付け加え機能として付け加えるものがあるんじゃないかということについて検討してみたいと思います。ありがとうございます。
質問ございますか。すみません、共同通信のガンです。昨日の会見を開いていただきまして、そこでこう造形と地層側のこう主張の食い違いというのがいくつも明らかになっていると思うんですけれども、その食い違いが生じていることについてのお考えと、先ほどその造形との協議の場というお話がありましたが、具体的には現時点でどのようなものを考えているのかについてお願いいたします。ね、例えばその児童虐待なりに対する対応として、警察が考えるのと児童相談所を考えるがあったり、認識の違いもあるのではないかというふうに思います。そういったそれぞれの組織の、認識あるいは考え方の違いというようなことを先ほどの形で発生しているのがあるのかもしれません。そういう意味で、お互いやはり先ほど言ったように今後の命をどう守るかという前提を考えたときに、どういうことをするのがいいのかという話を、話し合いの場合というか、共通認識に立ちながら対応策を、平不全で対応策を取っていくという必要があるのではないかと思います。はい、その他ご質問ございますか。ご質問どうぞ。実際こうしたリスク、こうした要因というのは今回の事件だけでなくて、例えば千葉県野田市であったり、ですね、東京都のルールの事件であったり、過去に何度もやっぱり指摘されてきたと思うんですね。でにもかかわらず、やはりこういう事態が生じてしまったことについて、やはりどういう原因があるのか、なぜこれまでこれほど全国的に相次いでいる中で、こうしたですね、課題がある中で生じてしまったその原因とですね、それを防ぐためにどうすればいいのかという、どうしたらどういう方向性がいいのかというところについて市長のお考えをいただければと思います。そのことをしっかり検証したいということなんですけれども、一つは例えば昨年の9月に、この2関しての、家庭に対応したことがあります。その他に、1歳半の乳幼児健診の時にも、おばあちゃんと一緒に受診をしているというようなことがあったので、その状況だけではそんな大きなリスクの家庭ではないという前提があって、むしろそのことが次の判断を誤らせてしまった可能性があるのではないかと、これも検証していなければ分かりませんけれども、一度接触をして、虐待、例えばその身体的なあざとかですね、そういったことを認められなかったということがあって、その後の通告について、一度接触していたということが、むしろ、その後のリスクが高まっていたということについての状況変化ということについて把握しきれていなかったということに一つあるのではないかというふうに思いますが、そういったことも含めて、なぜ、そういう判断だったのかということはしっかり検証していかなければいけないというふうに思います。そのことが次への対策ですから、リスクがこう何らかの形で状況が変わったようなケースに、どのようにその状況変化を把握できるのか、それは先ほど申し上げましたように、例えばそれが警察の情報であったりとか地域の情報であったりというような
はい、その他質問。北海道新聞の岩崎と申します。先ほどの質問とも関連するんですけれども、一つ前の質問とも関連しますが、その今回で言いますと、5月の12日に、南署の方から連絡が入って、その状況が少し変わったということの情報を得られるチャンスはあったと思うんですけれども、さらに言いますと、先ほど の, お答えの中で、認識の食い違いというような表現があったかと思うんですが、それもこれから検証していくことになるとは思うんですけれども、現時点で、そのなぜ12日の時点で、理想が次の動きに出られなかったかというところは、市長としてはどのようにこう受け止められていますでしょうか。一番のところは、5月の12、13日ですか、その時点での行動を判断、それから実際の接触をしていないということが、大きなリスクを生んだ可能性が非常にあると思っていますので、それが、先ほど言ったように、その前に接触したことで、その判断を誤らせたのかどうかというようなことも含めて、なぜそのように行動が取れるかということが一番重要なのではないかと。市長のご認識の中では、そこでやはり申し訳ないですが、その、具体的な事実関係というものを明らかにしていかなければ、そのことは憶測等で持ち上げることができないのではないかというふうに思いますし、そのことが次の課題、こういった事案が起きないために何が足りなかったかということが一番大切にさせなければいけないことになると思います。事実確認をした上で。分かりました。はい、その他質問いっちゃいましょうか。 STV の佐藤と申します。今月号の広報札幌を特集が児童虐待についての特集だったかと思いますが、紙面を一部見ると見逃さないで助けてのサインと大きく書かれていますけれども、今回で言えば9月、4月、5月と市民の方から3度にわたって公的機関にこのいわゆるサインというものが投げられていたのではないかと思うんですが、その点について市長聞いてもいかがでしょうか。はい、市民からの通報がしっかりと生かされなかった結果として、そのことが生かされなかったということで、なぜそうなったのかということについて先ほど来お話をさせていただきましたけれども、いくつかの要因フェーズというのがあるんじゃないかなというふうに思って、そのことをしっかりと検証した上で、今後の対応を二度と起こさないためにはどうすべきかということに生かしていきたいというふうに思います。またですね、どうしてもこの発行された期間などを考えますと、ちょうど、6月号ということで先月の中旬あたり、これまさに警察とやり取りなされている最中に作られたものかというふうに推察するんですが、そのあたり の, そのやはり取材であったりとか、そういったものもあったかと思うんですけれども、広報誌のこの対応と今回のことにチャレンジ化する対応、何か支障といいますか、そういった、対応に対しての与えた支障などございますでしょうか。広報札幌の作成においても、広報誌の作成のテーマについては、年間の年度当初にこのことを決めて取材されている。ですから、たまたまこう時期が重なって、この時期、広報誌の場合は、大体5月の頭に原稿が締め切りという予期のようになります。ですから、実際の取材等は4月に行われております。ですから、今回の事案と広報誌の政策そのものには、直接な関係というものを結びつけることはできない状況です。ありがとうございます。はい、それではその他ご質問ございますでしょうか。どうぞ。HBC の藤田と申します。市長の公約の中にですね、第二の児童相談所の開設ということも掲げられていらっしゃいますけれども、今回の事案を受けてですね、この第二の児童相談所の開設に何かこうプラスするというんでしょうか、こう変更させるとか、こういった早めるですとか、そういったようなことはありますでしょうか。先ほどのご質問にもお答え申しましたけれども、児童相談所の業務そのものが非常に増加をしてきているというようなことがあって、そして一時保護の子どものですね、数も増えておりますので、そういったのスペースの共和化というのがこれまでの課題になっている。そういう意味で、2つ目の児童エリアもかなり混んでいます。
こう、広くなっておりますので、先ほどのように、まあ、緊急にすぐ行くというのにも、ね、距離的な問題もありますので、検討しています。ですから、まあ、時期をについて、急がなきゃいけないという要素が出てきたというふうに思いますし、プラス、今回の案件で、さらに夜間体制だとかも含めての体制の強化、そのことによって、次のプラン、計画作りにも影響があるものと思います。すみません、先ほど出てたんですけど、途中から入ってたんですが、失礼しました。その上で今ちょっと急がなきゃいけない、まあ、すごく最もの話だとは思うんですけれども、その点についてどうしてっていう、理由をお聞かせいただけますか。急がなきゃいけないという、今おっしゃいましたけれども、ね、人員体制も含めた強化、専門家の対応も含めてですけど、それは急がなければいけませんので、当然のことながら、スペースが共愛をするということになるとですね、その体制を一時的にじゃあ別なところで対処するのかと。いうようなことにもなってくるんですけど、それらを含めて、今のまずはその第二次層の在り方だけではなくて、児童相談所をいかに機能させるかということがこの計画作りの前提になっておりますので、当然その機能強化としての状況の中で専門員の増強であるとか、あるいは休日夜間の対応についてどうするのかとか、そういったものは全部盛り込まれて、それで場所について募集したという議論になる。それらを一括した、まあ、強化プランというか、その計画づくりを急ぎたいというふうに。はい、その他ご質問ございますか。どうぞ。北海道新聞の中です。一点だけ教えてください。ちょうどこの小鳥ちゃんの事件があったとき、ポトラートの方で出張中だったと思うんですが、ポトラートの方から、副市長などを通じて、指示はあったというふうに伺っているんですが、市長の予定を切り上げて帰ってくるという考えは終わりだったのか、もし、帰ってこなかった理由があれば教えていただければと思います。この事案の第一報を受けましたのが、現地時間で6月の5日の20日に到着をした、現地に着いた夜と、日本時間にすると6日の13日ですね、そういう状況に、現地時間の6日からは、まあ、今回のポートランドの訪問は、札幌とポートランドの姉妹都市60周年の記念、式典に出席する目的でありまして、6日以降、記念行事のという公式行事が続いているということと、まあ、メール、電話等で情報というのが常にやり取りをしていました。でその電話で町田副市長の方には帰国を待たずに、この案件についての情報収集、それと今後の対応策について検討を急ぐようにということの指示を。はい、その他ご質問ございますでしょうか。ご質問ございませんか。よろしいですか。はい、それでは、ご質問が他にないようでございますので、これをもちまして本日の臨時の市長記者会見終了させていただきたいというふうに思います。本日はお忙しい中お集まりいただきまして誠にありがとうございます。